さあ、そして、ちょっといっぱいおるマークを潰していくか。ああ、喧嘩だ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。そっか、今回はあれか。ん？なんかハートマークあるんやねん、あれ。違うかな。なんか、一瞬遠くからやけど見えた気が。ほら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 。ゆうやさんってことは、あかりちゃんか。子供？あっとるよね、きっと。なんでもないです。ほらほら、来た来た。ほっといてください。いや、でも本当はね、ちょっと、新たな恋か、結婚、プロポーズとかが良かったんやけど、まあ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 。私と新たな子供ね。子供がいたら、と想像したりします。うんうん、いいと思うよ。ですよね。うん。男の子かな女の子かな気が早い。まだ生まれてないけど。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。はっきり言いすぎて、たまに人も傷つけてしまいます。それは良くないな。いや、なんかたまにさ、女の人とかでも、私ってサバサバ系やけんって言いながら、ただ毒舌なだけな人とかおるやん。それはただ単に人の気持ちがわからんだけの人な気がするんやね。お、なんか上の方めちゃくちゃマークが。喧嘩ではなさげかな。あ、待って、入れてない。ほい、ラワンくん。入ります。いや、でも、寝よるけん、どういう状態かわからんのかな。夢の中へ。カタツムリや、カタツムリ。昔さ、なんか、カタツムリの殻取ったらナメクジなんかと思っとったんやけど。あれって違う生き物なんよね、一応。なんか、小学校の時に学校の帰り道にめっちゃ、ね、梅雨の時期とか、カタツムリがいっぱいおるところがあったんよね。たまになんかね、地面を這いよったんやろうけど、なんか踏みつぶされとる子とかおってさ、めっちゃかわいそうやった。これって終わりあるっけ？これって終わりあるっけ？ちょっと思ったけど、なんか情けな気がしてきた。は。どういうわけか食べ物エスカルゴを拾いました。いや、これさ、自分がカタツムリになった夢見た後にエスカルゴってなんかちょっと嫌よね。なんか自分が食べられよる感が。久しぶりですね。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？いやー、どこにも行ってないんすけどね。サシとは仲がいい恋人だと思っているのですが、僕とサシのこともどう思いますか？え、いいんじゃないでしょうか。うわぁ、兄弟関係がぎこちないよ。サチ、好き。まあもう普通やけど、相性バッチリって言っとこう。そうですか。うんうん。もっと仲良くなれるということですね。そうやね、今以上に。友達なんていなくても、生きていけるって、思っていた頃もありました。そんなラワンくんも、今はね、サッチオくんっていう親友が、親友が変えてくれたんかな。はい、お寿司どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップー。それじゃあ、携帯電話を。どうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。さあ、そして、ちょっといっぱいおるマークを潰していくか。あ、喧嘩だ。ここは喧嘩だ。ヨミちゃん。入ります。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした？コティと喧嘩しました。うんうん。腹が立ちます。コティさん、仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。イカリングやな。イカリングでちょっと宇宙まで飛んでいただこう。イカリング。どうぞ。いただきます。ふんふん。いいね。イカリング久々に食べたいな。前まで結構食べよったんやけど。最近あんま食べてない。美味しいよね、イカリング。私はイカリングも塩コショウで食べるんやけど。レモンと。うまーい。うまーい。
大好物だったようです。よかったよかった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、ちゃんと仲直りできるか。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。ちゃんと仲直りできたね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよ。お礼にこれもあげます。え、友達マークいっぱいあったの、まだ喧嘩しとるとこあるかな。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。頑張った後の達成感が好きです。うんうん。それはある。あんまり頑張りたくないけど。はい、そして。喧嘩だ。一瞬喧嘩じゃないんかと思ったけど。みゆちゃん、入ります。なんだろ？めっちゃ怒っとるやん。すんごい怒っとるやん。さっきまでもっと冷静そうに見えたんやけどな。仲直りして。いや、このイライラも沈めてください。ふんふん。それじゃあ、キウイとかどうでしょう。いただきます。どうぞ。どうすか？あんまり美味しくなかった、マジで。ダメか。じゃあ、グレープフルーツ。どうかな？好き嫌い分かれそうやけど、グレープフルーツ。まあまあじゃダメなんだ。まあまあじゃダメなんだよ。飲み物ぐらいいける？紅茶。これで落ち着くかな？いただきます。うんうん、どうぞ。もうこれでお腹いっぱいになってしまいそうな気がする。しかもあんまり美味しくなかった。なんてこったい。じゃあ、もう。ブランコで風になろう。はい、どうぞ。ちょっと、天井からぶら下げてみます。うんうん。これなんか押し方がさ、前に比べて下手くそになった気がするよね。ありがとう。あ、でももう慣れてきたかな。ちょっとね、最初、久々にやった時めちゃくちゃ下手くそやったけど。あ、もうだいぶ戻ってきた感覚。よかったよかった。楽しい？いいねいいね。ナイス。なんかちょっと吹っ飛びそうな感じするけど。大丈夫？あ、今、風になった気分です。うんうん。楽しかったならよかったよ。仲直りしてこようと思います。はい、いってらっしゃい。さあ、どうだ？仲直りできるか？この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、よかった。これでとりあえず二組目も仲直り。まだおるかな？うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。貯金はしなくても、なんとかなるだろうと思ってます。なんとかなるのか？大丈夫なのか？それは。まあ、いいんやけど。いいんだけども。ここもなんか喧嘩な気がす。いや、大丈夫やね。ペットくん。入ります。アユナのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ。さっくんに恋人がいたら。お、紹介や、やったね。久々の。思うのですが。うんうんうん。ヨミちゃんとくっつけるのは、どう思いますか？いいと思います。それでは、二人を合わせてみます。うんうんうん。たっくんとヨミちゃんってことは、あれよね、結構前からおる
メンバー同士ってことかな。あ、盛り上がっとる盛り上がっとる。いいんじゃないでしょうか。いい感じなんじゃないでしょうか。あれ？なんか違うってなった。なんか違うってなったよ。うわー。え？第一印象は良かったはずなのに。何があったの？ちょっと時間が経つにつれてダメになったか。今日はありがとう。こちらこそありがとう。そんなマイナスになっていくもんなんやな。あ、ダメだった。久々に行けたかと思ったのに。合わなかったみたいです。そうかそうか。まあ、それはね、しょうがない。勉強って、あまり好きじゃありません。勉強はね、なんかあれだよね、せんといかんってなって、やらされるときはね、全然好きじゃないんやけど。いただきます。でも、後からね、楽しいって思うんよ。特に、まあ、歴史とか、その辺はね、なんか、後々、自主的に興味が湧いてくるけん。まあ、人によるかもしれんけど。それじゃあ、任天堂 3DSLL。どうぞ。道具、任天堂 3DSLL をプレゼントしました。お、早速。みんな楽しそうだな。よきよき。そして、おくん。ん？家族で集まってる？どうもです。どうもです。ミクルと友達になりたいです。いいよいいよ、じゃんじゃん友達増やしてって。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？相手を褒める。アドバイスありがとうございます。うんうん、では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあ、友達になれるだろうか。どや。お、よかったよかった。めっちゃなんか頭ぶつけそうな感じの距離感よね。うまくいきました。ありがとうございます。うんうん。おかげで友達になれました。こうやってね、友達増やして、そのうち親友になってくれたら。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。今日なんかめっちゃ胃腸薬もらうな。仲良くなった人と、連絡も取ってます。お、いいやん、いいやん。はい、サザエのつぼ焼き、どうぞ。旅先で仲良くなった人。旅先で誰かと仲良くなることないしな。ましてや連絡先交換とか、どうやったらそこまで行くんやろ。はい、それじゃあ、そろそろみんなに、募金を募りましょう。はい、募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてって、なんか、もうあれやね、しょっぱなから眠そうやけど。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、ミーニュース見てこう。3時になりました。うん。ミーニュースをお伝えします。お願いします。アユナ草原に謎の飛行物体が出現しました。空飛ぶミステリー。空を見ろ、鳥だ、飛行機だ、いや、ミステリーだの言葉通り、なんかすごいリズムがいいよね。謎の飛行物体の正体はなんと空飛ぶミステリーでした。マジのミーに聞きました。おしゃれだな、せつなさん。感動して言葉もありません。感動なのか。時間の無駄遣いです。はいはい、三時のミーすごい、なんか冷静な冷静なコメントが。時間の無駄遣いっていうのは見に行ったことがってことが。わからないけども、これは友達クエストやね。オッケーオッケー。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どんどん友達マーク出てくるね。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず増えた友達マークは喧嘩ではなかったっぽいけん、まあ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 大丈夫でしょう、放置してても。